富山県下新川郡朝日町太平にて2011年10月撮影新潟県道、富山県道115号上路一振り停車場線は、新潟県に東川市から富山県を経由して、再び同士に至る一般県道である。新潟県の最西端に位置する上地地区と一振り地区とを結んでおり、新潟、富山両県にまたがる唯一の県道である。 両地区は同一の自治体に属するものの直結する、車道はなく、新潟、富山両県の県境をなす境川を挟んだ、富山県側を経由して結ばれている。このため、東県道で両地区を行き来する際は2箇所で県境をまたぐこととなるが、いずれも境川にかかる橋梁上で越えることとなる。一方で、富山県側においては、富山県の最東端の集落である。 太平地区と堺地区とを結ぶ唯一の車道でもある。また、堺橋の西詰めで国道8号と合流し、終点のある市ぶり駅前まで重複している。起点の上地地区は山坊の里として知られ、山坊伝説と豊かな自然が残る。東剣道の起点と接続している林道は、太平峠を越えて橋立地区、そして、 日本海に面する大見地区へ至ることができる。かつては北陸街道の最大の難所であった親淵が通行不能に陥った時の迂回路として用いられた。全区間セメントやアスファルトで舗装されている。このうち高級舗装が施されているのは実延長区間全体の約59.4%である。内訳は新潟県側が1 3 0 2 9トルで、 あるのに対し、富山県側は全区間にあたる 2.656km で高級舗装が施されている。実演長区間内における規格改良率は約77.1%である。内訳は、新潟県側 2.7965km イコール 2796.5m、富山県側。 2.342km イコール 2342m であり、実延長からの割合としては、新潟県側の約69.8%に対して、富山県側は約88.2%である。このうち 5.5m 以上の福音が確保された、規格改良済みの車道は、実延長区間全体の約63.1%である。 単独区間内においては、両県側とも歩道は全く設置されていない。国道8号交点部に、県道の方向を記す標識が設置されている他は、沿道に路線番号案内標識は設置されていない。沿道のデリニエーターに当県道番号のラベルが重複されていたり、境川の支流にあたる上地川に架か,かる上地川橋の欄干に、一般県道上路一振り停車場線と記した。 名盤などで判別できる。ありがとうございます。